Kūsankū は地理系で関空大高層群の名称で親しまれている型である。和道流のこの型は真半身猫足立ち主刀受けが特徴といえる。型としては挙動数の多い方に属し、基本的な技が多く含まれ、特に上段への攻撃に対し体を低くし反撃に転ずるなど軽快で敏捷な型である。Kūsankū。Kushanku。
足を左へ運ぶと同時に肘の力を抜き、体のひねりで上段外受けをし、その反動で中段突きを決める。蹴り足を引くと同時につま先を90度以上転じて、体を低くしてつま先立ちになり、両拳を構え下段突きを鋭く決める。横蹴りは膝頭を上げて蹴る。その時肩が回ったり左右に傾かないこと。蹴りの後、体を正面に直しながら飛び込む時、左拳は体の中心より中段落とし受けをしながら、右拳は内側を通って上段裏拳打ちに決める。振り向いた時、目線を下げたり両手を高く上げて構えてはならない。軸足を動かさないで体をまっすぐに倒し、両つま先立ちで低くなる。右膝頭を体側に外し、両手指先は床に軽くつける。抜き手の肘を脱力し、腕を外ひねりしながら膝を柔らかく使って体を回転し、四股立ちになると同時に懸垂打ちを決める。四股立ちが不正確な場合、連続して行う次の技が決まらない。肘打ちより体のひねりで右足を引きながら中段に払う。回って四股立ちになると同時に、体の中心まで肘を曲げずに中段すくい受けをする。両手刀上段受けからの移動は左方向に、体を残し移動中に背を向けて回ってはならない。はい、右膝を低くしながら回るとき、前かがみにならないで右拳は下段のすくい受け、左の剣は右の剣に添えて四股立ちに立つ。